おはようございます。おはようございます。カズさん、おはようございます。まいちゃん、ルポさん、ルルさん、カズさん、解除しましたよ。 解除しました。はい、今ですね、台風真っ盛りですね。今どの辺か分かりませんが、かなりですね、雨が強く降ってます。ルルさん、起きた途端にお祈りしました。アメン。そうですね、皆さん、朝起きたらですね、まず祈りましょうね。朝起きたらまず祈る、それがとても大事なポイントですね。朝起きたらすぐ祈る、それが大事です。ウルトラマンさん、おはようございます。ヤギさん、牧師と町田の安全を祈らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもですね、町田だけではなくて、日本全体祈んなきゃいけないですね。日本全体、一応ですね、雨の、台風の様子をですね、ちょっと実況中継をしたいと思います。モグさん、おはようございます。台風の中に行くことはちょっとできませんが、台風の一部はですね、ちょっとお見せできます。ちょっと、こういう感じですね。今ちょっと小闇になりましたかね。今電波、電波ちょっと悪くなりましたね。電波が少し、悪くなりましたけど、今ちょっと小降りです。小降りになります。さっきはちょっと激しく降ってたんですが、今小降りです。の方ね、こっちも、こっちはそんなにですね。はい、ちょうどですね、さっきはおぼりだったんです。はい、だいぶ、小ぶりになりました。ヒトさん、おはようございます。はい、これで台風の実況中継、ちょっと雨の中ではね、雨の中、その屋根のあるところでね、放送はできなくはないんですけど、無理して危険を冒すことはないと思います。はい、隣さん、おはようございます。それではですね、今日のタイトルはですね、今イスラエルはということですね。皆さん、イスラエルに関心を持ちましょう。イスラエルに関心を持つことはとても大事なことだと思います。なぜイスラエルかというと、いくつか理由があります。イスラエルのいろんな状況ですね、イスラエルのいろいろな状況が終わりの時代の時計と言われています。今、この世は終わりの時代で、生みの苦しみです。生みの苦しみというのは陣痛のことですね。その陣痛というのは、だん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 痛みが強くなる、だん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 激しい痛みになる、そして、赤ちゃんが生まれるということですが、この終わりの時代は陣痛の時です。そして今すでに陣痛が始まっていると考えます。終わりの時というのは陣痛始まったと考えます。ですから、イスラエルがですね、イスラエルが今その繁栄はしています、繁栄はしてますが、
イスラエルが苦しめられている、いろんな形で苦しめられている。今国連をはじめとして世界は反イスラエルなんですね。この世の中は反キリストであり反イスラエルだということを、理解してください。反キリストとね、反キリストと反イスラエルは大体共通していると考えてください。どうしてイスラエルが嫌われるか。それは悪魔が、神を嫌っていて、悪魔がイスラエルを嫌い、悪魔が、クリスチャンを、憎んでる、クリスチャンを憎み、ユダヤ人を憎んでるということが反ユダヤ主義のその原因です。原因です。多くの人は、おはようございます。今朝はイエス様に、起こされました。アメン。アウトレイジさん、あら、これあの、ハンドルネームが出るようになったんですかね。ニコ生ハンドルネーム出るようになったんですか。アウトレイジさん、ああそうですか、ニコ生がハンドルネームが出るようになったんですか。それは素晴らしい。モーカさん、朝から台風が収まるように祈ってます。ありがとうございます。アメン。それでですね、イスラエルはこれからどうなるか、エゼキエル戦争が起きるでしょう。またイスラエルがですね、その何でしょうかね、イスラエルが悔い改めてイエス様を信じるようになります。そういうですね、イスラエルを見ることによってこの終わりの時代の時計としてそのスケジュールといいましょうか、イエス様の再臨の再臨がいつ来るか、イエス様の再臨がいつか、それがですねイスラエルを見ることによってある程度わかるということですね。ある程度わかるということです。ですから私たちはイスラエルに注目しなければなりませんし、またイスラエルのために祈らなければならないし、イスラエルが救われるように、またエルサレムの平和を祈る。これは神様の御心だからですね。イスラエルは全ての人を愛しています。そして、イスラエルを愛しています。イスラエルは特別な国なんですね。最近ですね、あのイスラエルの大統領はリブロン、ちょっと間違ってるかもしれません、リブロン大統領というのがいらっしゃいますね。それから首相はネタニヤフ首相ですね。ネタニヤフ首相。そしてこの間のですね、この間の9日のヨムキプールの時にリブロン大統領がですね、あのテレビでですね、テレビでこう言いました。もちろんクリスチャンではないですよ、クリスチャンではないですが、全ての人間は、罪がある、罪のない人間はいない、そういうですね、メッセージをしました。皆さんすごいですね、一国の大統領がですね、全ての人間には罪があるというメッセージをするという国。そしてヨムキプールの時はですね、信仰的じゃない人も含めてほとんどのイスラエルの人たちが断食をしてですね、断食をするという国なんですよ。イスラエルというのはまだイエス様を信じてないにもかかわらず、イエス様を信じてないにもかかわらず神様に選ばれた国であり、神の皆を持っている国といったらいいでしょうか。神様との約束がある国、神様と約束のある国、旧約の約束ですが、新約の約束はクリスチャンが、ね、クリスチャンはイエス様との契約があります。それが新約です。イスラエルは
アブラハム、イサク、ヤコブの旧約の約束を持っているという、そういう国なんです。そしてイスラエルは、その素晴らしい国ですが、しかし、神様に対して、ね、偶像崇拝を続けてきた国です。それはまあ旧約聖書の方ですが、まあ、新約に入ってはですね、イエス様が十字架にかかった時に、その後、40年後に神殿が壊されて世界中に散ってしまったという悲劇があります。2000年間イスラエルという国が消滅しました。そして神殿も破壊されました。しかし今から71年前にもう一度イスラエルという国ができて、で今神殿がもう一度再建されようとしているという奇跡的な国なんですね。奇跡的な国です。八木さん、トルコがクルド人勢力に戦争してますが、イスラエルと似ているクルド人がかわいそうじゃないですか。八木さん、後ほどその話をしようと考えてますので、まあ、少しすると思います。まずですね、今イスラエルはどうかという話なんですが、まず一つはですね、ネタニヤフ首相がずっと総理大臣だったんです。そして、ネタニヤフ首相 その政治によってイスラエルは特別な発展をしました。経済や、あらゆる面で政治でもイスラエルは非常に発展 しています。にもかかわらずその選挙でですね、その過半数の議員、120名の議員がいるそうです。イスラエルの国会ですね、イスラエルの国会では120人の議員がいるそうで、その120人の過半数、60人以上の議員が、その何でしょうかね、議員を持たないと政権を持てない、政権を持てないというルールがあって、4月にまず選挙があって過半数を持てなかったんですね。ネタニヤフ首相が過半数の議員を持てなくて、もう一度9月に2回目の選挙をしたんです。ところがこの2回目の選挙をしたにもかかわらず、また過半数をの議員を確保できない、そこでどうしたらいいかというのが今のイスラエルの非常に、政治がですね、行き詰まっている状況なんですね。イスラエルは、中東では珍しく民主国家なんですね。民主主義の国家で、なかなか中東はですね、民主主義じゃない地域なんです。イスラエルは中東切っての、まあ、民主国家で、まあ、だからこそ、選挙でなかなかうまくいかないということもあるかもしれません。皆さん、なんとですね、その120人の中にアラブ人の政党があるんですよ。アラブ人の政党十何人アラブ政党がありまして、そのアラブ政党は、まあ、反イスラエルなわけですね。皆さん、すごい国だと思いませんか。その国会議員の中にその反イスラエルの、ね、その政党があるなんて、まさに、まあ、民主主義ですよね。イスラエルに敵対する政党があるという、まあ、共産、中国はその反対ですよね。中国は、共産党一党で、他の政党を認めないというとんでもない反民主主義の国ですが、イスラエルは逆ですよ。イスラエルはですね、反イスラエルの政党があるという、アラブ政党があるという、そういうですね、非常に寛容な国なんですね。そして、イスラエルはですね、まあ、3回目の選挙をするか
また国会で総理大臣を決めるか、まだ決まっていません。ぜひ皆さん、イスラエルのために祈ってください。イスラエルのために祈ってください。まあ、イスラエルはですね、北はレバノンからですね、ヒズボラのテロリストのと戦っていますし、また、ガザですね。ガザはパレスチナ自治区ですけど、パレスチナは2つに分かれてましてね、その西岸ではパレスチナ自治政府があり、ガザではハマスというテロリストが、ガザを牛耳っているという。そしてそのガザからミサイルが飛んでくる、ね、ハマスというテロリストがイスラエルにミサイルを撃つんですね。そういう、北ではヒズボラ、南ではハマスと戦っている、戦争中にもかかわらず、まあ、戦争と言ったらいいでしょうか、ね、戦争中にもかかわらずイスラエルは、非常に平和で、みんなはバカンスを楽しみ、そしてお祭りをして、で今はもうすぐスコット、あさってはですねスコットが始まりますが、戦争中にもかかわらずお祭りをします。そして平和です。そして経済は繁栄しています。でも戦争中です。すごい国です。そしてイスラエルはですね、そういう状況ですね。イスラエルは今そういう状況です。そしてもう一つの話は、八木さんが言ったように、今シリアのですね、北部、そしてトルコの東部、そして、イラクの北部ですね、そこにですね、クルド人という、人たちがいます。国ではないんですが、クルド人自治区というクルド人がいます。そしてそこにですね、アメリカ軍が駐留して、一緒にですね IS を、まあ、IS と戦ったんです。そして IS はほぼ、まあ、全滅、完全ではないかもしれません。 IS って言いますよね。その IS はほぼ壊滅したんですが、その捕虜がそのシリア北部のクルド人自治区の中に、そういう IS の捕虜を何千人かな、収容しています。そしてそこにそのアメリカがですね、そこに駐留してたんですが、どういうわけかトランプ大統領はもうそんな、いつ終わるかわからないような中東の、争いに、ね、アメリカのお金は使いたくないということで、トランプ大統領はそのシリア北部ですね、ユーフラテス西部かな、ユーフラテスの西部からその撤退するということを表明しました。そしたらですね、トルコがですね、そのクルド人に攻撃を始めたんですね。でそれは、まあ、アメリカ軍がいなくなったということで、トルコが攻撃したわけですけど、まあ、トランプ大統領はそれに対して、ね、ひどいことをしたら、クルド人にひどいことをしたら、経済制裁をする、ね、トルコがギャフンというような、経済制裁をするというふうにトランプ大統領は表明しています。ですからトルコはこれからどう出るか、クルド人に対して攻撃するのか、どの程度するのか、そのあたりがですね、これから注意しなければなりません。そして、クルド人はどういう人たちか、まあ、私もちょっと勉強不足ですが、クルド人もですね、自治区でありながら民主的な
その群れだそうです。民主的なんだそうですね。そして、クルド人はアサド大統領とこう敵対してましたけど、アメリカ軍が撤退するということで、そのシリアのアサド政権とですね、協力するような様子を見せています。それまで敵対同士だったアサド政権と協力するかどうかということですね。それはなぜかというと、トルコとシリア、トルコとアサド政権もこう対立があるので、そのトルコが攻めてくるならばクルド人とアサド政権がですね、一緒にトルコと戦おうっていう感じです。とにかく中東はドロ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 してましてね、もう中東はもう非常に複雑な、なんて言うんでしょうかね、状況なんですよ。なかなか中東を読み取るというのは難しいんです。あまりにもですね、複雑すぎてですね、もうアメリカもですね、もうこれはギブアップだということで、トランプ大統領は中東から手を引こうとしています。泥沼化してるわけですね。泥沼化してますから、その中東の和平というのは非常に難しいということです。それは終わりの時代だからですね。終わりの時代です。そして、イスラエルとクルド人が比較的協力関係なんですね。イスラエルとクルド人が協力関係で、イスラエルはね、そのクルド人を全面的にバックアップすることは難しいかもしれません。しかしいろいろな、この情報ですね、機密情報をイスラエルからクルド人に提供するということはあり得るんではないかなと思います。とにかく、その中東情勢は目が離せません。そしてイランがですね、テロリストのバックアップしている国なんです。そのさっき言ったヒズボラ、ヨルダンのヒズボラ、またガザのハマスを応援しているのはイランなんですね。イランはイランと言いたいんですが、イランがですね、テロリストを応援しています。ですから、そこでですね、イスラエルはまさにその、イスラエルとイランが敵対してますね。イランは皆さん知ってますか。イランは公にですね、イスラエルを全滅させたいと言ってるんですよ。これは悪魔的だと思いませんか。イスラエルという一つの国をですね、全滅させたいと言ってるイランなんです。それはもうありえないことですね。それはまさに、なんていう、人権無視というか、まさにそれは悪魔的です。しかしイスラエルはもちろん、皆さん、イスラエルはイランが全滅してほしいとか、パレスチナが全滅してほしいとか、そんなことは全くないんです。イスラエルはただ、自分たちの、この平和を守るためにこのテロリストに対して抵抗しているだけで、イスラエルはイランとか、イランとかヒズボラとかハマスをですね、絶滅させたいとは思っていないんです。むしろかえってイスラエルは、ガザのパレスチナの人たちに、非常にこう協力しています。シリアの内戦の時もたくさんのシリアの人たちを病院で手当てしました。そういうわけで、世界の人たちが考えている状況とは実際は全く違うんです。イスラエルは非常に、パレスチナの人たちに対していろんな、インフラをですね、提供したり、それから医療を提供したり、非常に、なんて言うんでしょうかね、非常にこの優しい国なんですね。優しい国です。ですから皆さん、ぜひ、間違ったメディアによってですね、誤解がありますので、
ぜひ、考え方を変えてほしいと思います。ロンタケさん、ハンナちゃん、おはようございます。おはようございます。そういうわけで、今そのクルド人自治区の問題、それからネタニヤフ首相の、ネタニヤフ首相は非常にいい政治をしてきて、非常に有能な首相です。ですから、もしネタニヤフ首相がですね、もし首相から政権を取れなければ、まさにイスラエルは非常に混沌として、非常に危険な状況になるのではないかと思われます。ネタニヤフ首相はトランプ大統領とも非常に、仲がいいし、またプーチンとも一応コンタクトを取っています。ネタニヤフは非常に有能な政治家なんです。ですからイスラエルには今ネタニヤフ首相が必要だと思います。しかし、そのネタニヤフに敵対する勢力がですね、今いろいろなそのネタニヤフを足引っ張っているような、裁判をしています。その告訴されるようなことがあったらば、ネタニヤフ首相は政権を取れなくなってしまうかもしれません。しかし、ぜひ皆さん、ネタニヤフ首相が継続して政権を取れるように祈ってください。またクルド人の人たちが守られるように祈ってください。しかし、アメリカが撤退したことによって、トルコが出てくる、ロシアが出てくる、イランが出てくる、それはまさにエゼキエル戦争のステップではないかと思います。エゼキエル38章に、ロシアとイランとトルコがシリアを通してイスラエルに攻め込むという予言があるんです。その予言は必ず成就すると信じます。ですから、今アメリカが撤退することによって、トルコ、ロシア、イランがシリアに張り込んでイスラエルに近づいてきていると言えるでしょう。まさに聖書通りに世界が動いている。今の時代はまさに皆さん、目に見える形で聖書を見ることができる時代なんです。以前は、聖書と現実がなかなか一致しないかったわけですが、イスラエルという国ができたために、今聖書を実際の世界を見ることによって、聖書を見ることができる時代なんです。イスラエルが再建したことも、イスラエルが繁栄していることも聖書通りなんですね。聖書通りです。ダマスカスが廃墟になることも聖書の予言にあります。イスラエルにロシア軍が入り込むことも聖書の予言があります。そしてそのロシア軍が壊滅するということも聖書の予言にあるんですね。ロンタケさん、キュウちゃんは、関東にお住まいですか？東京の町田に住んでいます。東京町田ですね。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イスラエルが、この終わりの時代の世界の時計だということが分かったかし。イエス様を信じて、イスラエルは神に選ばれた特別な国で、神に、これから立ち返るということが分かったかし。イスラエルは悔い改めてイエス様をイスラエルのメシアとして受け入れるようになるということが分かった証。イエス様を信じて、聖書の予言がことごとく成就するということが分かった証。スタート。今日は川に近づかないでください。そうですね。
ゆうさん、おはようございます。向井さん、おはようございます。隣さん、聖書の予言通りに世界が動いていることがすごく分かりました。聖書の予言通りに世界が動いていることがすごく分かりました。今日は政治的なお話が多かったですね。まあ、イスラエルの話は政治的というよりも聖書的な話なんですね。その聖書、特に旧約聖書はイスラエルの聖書ですね。そしてイエス様はイスラエル人なんです。ですからイスラエルの話は政治的な話ではなく、信仰的な話なんです。桃香さん、イエス様はイスラエルを愛していらっしゃるので、イスラエルが一日も早くイエス様が救世主だと気づきますように祈ります。イスラエルを祝福します。アメン。イスラエルを祝福します。イスラエルを祝福します。素晴らしい。ケンチャナヨ、ケンチャナヨさん、キムさん、どういう意味でしょうか。ケンチャナヨってどういう意味だったかな。ケンチャナヨ、聞いたことがあります。ケンチャナヨ、はい、証はないでしょうか。証はないでしょうか。ロンタナさん、イランと日本は 割合仲がいいですけど。ああ、そうですね。日本はトルコとも仲いいし、イランとも仲がいいですね。日本はイスラエルとも仲いいですね。日本はイスラエルと仲いいです。皆さん、日露戦争はイスラエルの、ね、銀行家、ユダヤ人の銀行家からお金を、借りることができて、そしてロシア戦争をしたそうです。そのユダヤ人の銀行家はロシアが、その時ソビエトかな、ソビエト、あ、ロシアだったかな、ロシアが、ユダヤ人を迫害するので日本人に勝ってほしかったということでお金を貸したんですね。日本とイスラエルは、深い関係があるんですね。深い関係があります。1890年、トルコ軍軍艦エルトゥールル号の悲劇が日本とトルコの友好関係の始まり。ああ、そういうのありますね。弁護士さん、ユダヤ人はいい人なんですか。いや、人間はみんな罪人です。ユダヤ人も罪人です。ただ、ユダヤ人はですね、まだイエス様を信じていませんが、しかし、律法を持っているんですね。律法、旧約聖書の律法を持っています。ですから、ちょっと違うという感じでしょうかね。ちょっと違う、
一応立法を持っているということです。でもそれは立法では救われないんですね。立法では救われません。隣さん、日本人がユダヤ人を助けたという話をよく聞きます。そうですね、杉原千畝、そして樋口なんとかっていう人ですね、ユダヤ人を助けたという話があります。革命家さん、イスラエルのアミシャーブは日本も調査し、日本人に、十部族の血が流れていることを突き止めている。そうですね、日本にですね、イスラエルの失われた十部族の血が入っていると言われています。カジさん、おはようございます。これから台風直撃です。主イエス様、どうぞどうかお守りください。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、イスラエルは特別な国で、私たちはイスラエルのために祈らなければならないし、またイスラエルの状況の中で、終わりの時代が、進んでいるということが分かった、日本の救いのためにも、また、多くの人が天国に行くためにも、イエス様を信じて、イエス様の教えに従って歩もう、そしてイスラエルのために祈ろう、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン。悪魔の騙しから救われて、悪魔の束縛から救われて、真理を知って、この世界を正しい神の味方で見たい、そして、日本の救いのためにこれから頑張りたい、イスラエルのために祈りたいという方、アメン。アメン。台風の被害が最小限で済むように祈ります。まゆちゃん、アメン。天の父様、感謝します。今台風が来ています。どうぞ日本を台風から守ってください。災害が最小限であります。災害が最小限でありますように、この台風を断ち切ってください。この台風を断ち切って、日本が被害を受けないように、多くの人たちがひどい目に遭わないように、家が壊れないように、電柱が倒れないように、道路が封鎖されないように、どうぞ断水停電がないように日本を守ってください。どうぞ悪魔から日本を守ってください。悪魔から日本を守ってください。台風が、速やかに過ぎ去りますように。台風が過ぎ去りますように。コースを変えますように。コースを変えますように。イエス様、どうぞ日本を守ってください。そして今イスラエルの話をしましたが、イスラエルを祝福します。イスラエルを祝福します。イスラエルが、イスラエルが、ネタニヤフ首相がもう一度首相になって政権を持つことができますように、イエス様、どうぞお願いします。御心ならばネタニヤフ首相に政権を取ることができますように。またクルド人の人たちを守ってください。クルド人の人たちがトルコの攻撃を受けてます。彼らを守ってください。彼らを守ってください。難民が出ませんように、難民が出ないようにクルド人を守ってください。どうぞイエス様、中東に働く悪魔の力を縛ってください。中東に働く悪魔の力を縛って、イエス様が働いてください。多くの人がイエス様に立ち返りますように。イスラエルの人たち、イスラム教の人たちがイエス様を知って、多くの人たちが、救われますように。そしてクリスチャンの、祈りが世界を変えますように。今世界中のクリスチャンが祈っています。世界中のクリスチャンがイスラエルのために祈り、
中東のために祈ってます、北朝鮮のために祈ってます、中国のために祈ってます、香港のために祈っています。私たちも祈ります。香港のために祈ります、中国のために祈ります、北朝鮮のために祈ります、イラン、シリアのために祈ります、トルコのために祈ります。イエス様、働いてください、働いてください。あなたの働きが必要です、祈りが必要です。世界の平和のために、人々の救いのために、あなたが必要です。イエス様来てください、イエス様この地に来てください、日本に来てください、イエス様あなたが必要です。イエス様が来てくださって、世界を支配してください、世界を支配してください、日本を支配してください、イエス様来てください、イエス様来てください、あなたが必要です、あなたが必要です。悪魔を退けてください、悪魔を縛ってください、イエス様お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんこれから祈っていきましょうね。今晩の放送はありませんが、明日の朝10時半礼拝放送します。一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝して終わりの時代、ますます、イエス様に、祈って、イエス様の力を求めて、日本の救いのために、世界の救いのために会いましょう。心を一つにして会いましょう。失望してはいけません。希望を持ちましょう。イエス様が希望です、イエス様が希望です。決して失望しないで会いましょう。それでは皆さんありがとうございました。台風気をつけてくださいね。はい、それでは、シャローム、シャローム、シャローム。